ただいまより本日のダークマッチ、ダークマッチ15分一本勝負を行います。セットアップタイランドの2人ががっちりと握手を交わして試合がスタートしました。ロックアップで組んでいきましたが、それをバックの奪い合いで、ここはドクターがモノモスのリストロックを取っていきます。改めて見ていてリング上ものすごい光景であります。さあ、くるりと回ってモノモスが軽やかなところを見せてからリストを取りましたが、さあ、動じずに2度3度と入念に回ってその相手のリストを固めていくのがシンガポールのドクター。なるほど、それに対して側転で華麗な動きを見せていきます。モノモス、さらにアームドラッグして下からのシザース取っていきますが、それを軽やかな動きで外していきました。お、なんだ、おお、シンガポールとタイランドの友好がこの結ばれることはありませんでした。これに対して日本の新宿からブーイングだ。さあ、ご覧ください、安浦野、おお、安浦野は初めて組むはずであります。このドクターと息合ったところを見せていきます。さあ、安浦野はカーブに入りましたが、それを返して、おお、ここはものすごい柔軟性を見せて、おお、美しいブリッジ。
さらにはおお足を使ってのホイップを見せていきましたモノモス。あーモノスが勢いになっている。あーそれに対してコーナーからちょっかいを出していくのはドクター。それに対してもおおモノモスに対してあー大声だ。こんな攻撃タイのプロレスにはありません。あーコギースタンピングが打っていきます安浦の。さらにモノモスの顔面を振り付けていく。さあモノモスの端正な顔にいい落としていく。さあホールはカウント2で相手に行きます。さあコーナーでは何やらカッパ小僧、小僧というには巨大すぎるカッパ小僧が控えております。その中でモノモスがチョークスリーパー、いやスリーパーホールドに対して新宿ベースは手拍子で後押しだ。さあモノモス逃げることができるか。おお脚力と相手を使って立ち上がった。さらには浦野に一発にアッツアップ。ならば浦野の顔面をかきむしっていくサミング攻撃があります。さあ浦野ボディー、あいやいやボディースラムをかわした。逆にノーザンライトスープレックス、美しいブリッジでカウントアッツブリッジで抑え込んでいきました。ああここで出たカッパ小僧だ。巨大すぎるカッパ小僧タックル、タックル。さあカッパらしさはみじんも感じませんが、とりあえずでかいことはわかるぞ。おお二人がかりでもロープに走らせることができません。ダブルラリアット、ものすごいカッパだ。さあやるだけやってモノモス、あとはお前に任せたと。さあこの手拍子を流れモノモスがブロックバスター。さあがむしゃらに打っていく。さあそしてダメージのある安浦野に対して何を見せるんだ。さあ指を回しアピール、シャッターチャンスだぞとアピールし、おお開脚式のレッグドロップ。あーならばと耳のあたりに、おお邪魔のドクターを排除するか。チンクラッシャーローキックからトランスキック、テイクルっていった。さらにはコンビネーションサイドキック、あードクターの電気ショック攻撃から変形のバスター。モノモス、これはダメージ大きい。ならばとカンパが救出に入ってきた。さあうなるだけで会場はキーと大合唱。さあこのカッパは何を狙うんだ。カッパが四股を踏んだ。そうだカッパは相撲が好きだという話はありますが、やけに本格的な四股からボディアタック、やつらのべっちゃんこか。さあモノモスいけ、チャンスだ。ここで DDT 勢いをつけた。これには新宿エースも歓声と拍手が上がります。ヤスラのカウント2、カウント2で返しました。さらにもう一度ノーザンライトスープレックスを狙うが、ヤスラのこれを食らったらたまんないとばかりにロープエスケープ、ロープに走った。ああここでレブリーをおとりにしたら遠征切り。さあヤスラがそのまま逆さを抑え込み、バックスライドのカウントはいやいや終わらない終わらない。これはモダンタイムスでスリーカウント。勝ったのはヤスラの。モノモス勝利は飾れませんでしたが、悔しい。ヤスラの喜びの表情でドクターと抱き合います。あーこれはモノモスに対してカッパが制裁を加えている。これがユーマ軍団のやり方か。しかしそれを見てヤスラのドクターがユーマ軍団を排除。さあヤスラのモノモスを見て拍手で健闘を称えます。途端にいい人となった自転車と思われますが、ヤスラのこの辺りはモノモスを認めたということでしょうか。モノモスの手を高らかと上げていきます。
皆さん、こんばんは。本日はたくさんのご来場誠にありがとうございます。本日は高梨正弘選手の20周年記念大会ということで、皆さん本当にありがとうございます。本日リングアナウンサーを務めさせていただきます DDT プロレス井上真紀です。本日はどうぞよろしくお願いいたします。大会開始に先立ちましてですね、少しだけ、注意事項などお願いを皆様にお伝えいたします。試合中ですね、選手がお客さんのお近くに行った際にはですね、大変危険ですので選手の周りは広くお分けいただきますようお願いをいたします。これにおきまして何がおきましても当大会では一切の責任を負いかねますので、必ず場外ラウンド等で選手がお近くに来た際には必ず広くお分けいただきますようお願いいたします。本日は、横断幕と紙鉄砲 OK なんですけれども、本日行われる試合で、タッグガントレットマッチがございます。タッグガントレットマッチの紙テープは NG となっておりますので、よろしくお願いいたします。本日写真撮影も動画撮影も共に可能ですので、どしどし皆さん写真動画撮っていただいてですね、SNS など投稿していただければと思います。あと本日ですね、少しですけど立ち見も販売しております。立ち見券も販売しております。そして本日の立ち見はですね、南側での立ち見ができなくてですね、こちら西側での立ち見になっております。ごめんなさい、今ね照明で全然南側に立ち見のお客様がいらっしゃるかどうか全然見えないんですけど、もし今南側に立ってるお客様がいらっしゃいましたら西側の方にご移動いただきますようお願いをいたします。それではまもなくお時間でございますので、本日の大会を始めるにふさわしいオープニングコールをする選手をお呼びしております。本日オープニングコールをするのはこの方、田野武作友さんです。田野武さん、よろしくお願いします。ていうかさ、井上お前、このままやれやいいんじゃないかよ。なんだこれ、ハードル上がったぞ。はい、すみません、なんか高梨から LINE が来て、なんかオープニングコールやってくれって言われたんですけど、何を喋っていいのか分からず、しかも僕は、勝手に、なんかガトーブームの興行かと思って、ガトーブームスタートみたいなのなんかあるのかなと思ったら、高梨20周年興行なんですよ。そうですよ、はい、そうです。ちょっとね、まだ始まるまでというか、はい、大会スタートが19時まで、はい、ほんのちょっと時間があるんで、なんか高梨さんとのエピソード、はい、一つくらいなんか高梨さんのエピソード、はいはい、高梨さんはね、なんかいつの間にいた感じだよね。今日佐々木さんも出るんだけど、はい、佐々木さんとか俺とかよく、はい、ララポートとかで、まあ、DDT の、はい、な俺ら中堅どころっていうのも、まあ、上に澤田さんとか高木さんとかいたけど、その下ぐらいでよくね、ビアガーデンとかそういうとこで、まあ、仕切ってたわけじゃないけど、先輩感で吹かしたんだけど、その時に後輩がね、はい、トリトルの後輩みたいなのが何かいたんだけど、まあ、高梨と柿本、岡木、はい、あと石川の辺がね、同期で、はい、まあ、そこら辺がね、よく一番俺らの直属になるのかな、うんうん、で、面倒見てたというほどでもないんだけど、はい、よく小松会として使ったんだけど、まあね、石川はああ見えて俺と同い年だから、お後輩とはいえ、はいはい、だからなんとなく使いづらくて、はい、で柿本はね、当時橋本智彦って感じで、はい、橋本の射程みたいな感じだったから、おなるほど、だからね、橋本の射程を使うのもなと思った、はい、ほんとね、やっぱり消去法でね、高梨しか残ってないから、そう、だから高梨をこういろいろ引っ張り回そうみたいな、はい、いろいろ使おうと思って、で、まあ、飯、付き合ってもらったりとか、まあ、飲みに付き合ってもらったりとか、それでね、ちょい若い頃は一緒に遊んでもらってたんですよね。なるほど、はい、そんな高梨選手がね、本日20周年大会で、ね、楽しいフェスやるわけなんですけれども、はい、なんか高梨選手に一言なんかエール的なものを送っていただいて、エール、はい、エール、あと、まあ、あと20、40周年まで、あいつできそうだけどね。できそうですよね、全然、うん、できそう、ね、皆さんね、40周年まで見たいですよね。おあと20年みんな続けると、ね、まあ、これだけのお客さんいればね、絶対20年後もね、多分3割もいるから、まあ、もうちょい生きてます、はい、はい、生き残ってると思うんで、はい、あ、まあ、もちろん僕は死んでますけどね。いやいや、熊さんもね、
40周年もね、こうやってオープニングコールね、ぜひ。僕ね、25周年らしいんですよ、今年。これまで、そう、あ、すみませんね。高梨が20周年っていうのを見て、あ、高梨20周年なんだってことは、俺って今何年目ぐらいなんだろうなと思ってチェックしたら、25周年。なるほど、はい、おめでとうございます。なんですけども、全く25周年とかそういうの、周年とか全くやったことないです、僕は。もちろん20周年の時も何もしなかったです。まあね、それでも高梨先生、本当今日20周年でこんだけのお客様にね、来ていただいて、素晴らしい。すみません、お時間でございますので、はい、それでは大会最後の掛け声をお願いいたします。はい、ということで、掛け声とはいえ、よくわかんないので、高梨20周年興行スタートって言ったら曲流してください、お願いします。はい、じゃあ行きましょう。高梨20周年興行スタート。
さんの高木ジェット翔吾。アコーディオン本田。ミス大橋トル。それではただいまとなります、タッグ型タッグマッチのルールをご説明いたします。この試合は2チームが入場しタッグマッチを行います。決着は3カウントフォール、ギブアップ、そしてトップロープを越えて場外に出た際失格となる大技トップロープにて決着をします。負けたチームは敗退、勝ったチームは残り、次のチームが入場いたします。これを繰り返し最後まで残った1チームが勝者となる勝ち残り方式のタッグマッチでございます。さあ始まりました、波乱の幕開けであります。さあこれはなんと実況していいものでありましょうか。さあリング上にはあえて言いましょう、おお、エプロンにいる太った兄弟が、ああ案の定と言いますか、全く使い物になりません、ポンコツでありません。しかし久しぶりの試合であります。ジェットはおお、グングパンチを貸した、ああ、これはおお出るぞ、あジェットパンツ2つあります、これが大ブーイング、ああ、なんて腹の立つ技だ。さあジェット、ここをバックエルボーからもう一発いった。さあ久しぶりのこの試合になります。ジェットダメージがちょっと大きいか、ああ、これは出るぞ、コーナーの一角、おお、ちょっと高さがもだいている、なんていう説明口調だ。しかしここでお今度こそ出るぞ。さあ皆さんジェットコールを、盛大なジェットコールの中ジェットパンチ成功、もう一回ゴールだ、ああ、ジェットパンチ2連発、盛り上がっております。さあジェットここで気を良くしてアントーニオ、あー、おー、これは決勝中セコンドの大橋の魂が宿ったか、アントーニオ本田いつまでに転びはしません。さあこの二人、あ、さあ場外に入るしチェックラッシャー、さあこの2人攻めるときはいつも2人がかりであります。おお、そばっと一発、お、目隠しからのエルボー、しびれているのはお前だけだ。ああ、しかも低い、これはひどい。さあそのおー、出るか、さあ一番大きいコールでジェットパンチだけです。さらには、あー、これはルーチャラ・ラ・マ・ヒストラル、カウントは3。さあ、そこで多かったのはジェットとアウト、ならば次の入場者、アジアドリームタッグチャンピオンのシンドラゴン、ジョン・シリーとレゼッチンが入場であります。ワイドチームのチーム、鈴木
始まってんだよ。あの兄弟よく言うんだよ。偽物が悪いんだよ、偽物が。とりあえずお前たち軽い実況しとけ。もう任せろ。私が喋ってる間にちょっとこれは間違いなくこれはアントニオ本田もう試合を続けることはできないでしょう。おーい膝がマゼさんギブアップ、ちゃんこ、いやギブアップする前にちゃんこは昨日テストで昔話考えてたのに昔話やっていいかな。ちゃんこ作らなきゃいけないから具材を買いに行く。人参切らしてた、やばい、行くぜ。トコ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 、ここ八百屋さんですか。ウィン、いらっしゃい、人参ください。オーケー、パッブラー、オレンジ、オレンジ色、ボロ、おじさん、ちょっと待ってくれ。それ人参やない、チンチンや。ボロ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 リンリン。なんとここでゴンギツネが遠く、あの本当ジェットパンチが見事にゴンギツネをレシーブ。
男は数々の苦難を乗り越え、男は愛のために戦え。
ました。これは場外を落として場外乱闘に持ち込もうというところでしょうか。そして佐々木隆と組むのはバリアーキー。つい先日メキシコ大舞台で経験を積んでまいりました。大きな経験を積んで、あっと、あ、場外阿炎休館最初まで広げてください。続いております、新宿フェイス所狭しと。押さないでください、お気をつけください。しかし場外バラモン兄弟のバラモン兄弟のステージではありますが、佐々木隆も場外での戦いでは負けておりません。
手です。さあ、先ほどバラモン兄弟との戦いでかなり長い時間ファイトを続けました。こちら佐々木隆史、バニアナッティ、かなりスタミナ消費していることでしょう。このダムネーション、おっと、これは炎のスピア、ダブルの炎のスピア、ラグビー仕込みの炎のスピア炸裂。先ほどの大乱闘でリングリング回り、ズブで大洪水に戦場降水帯が過ぎ去ったような状況となっております。あ、しかし先ほどまで一人かなりの運動量がありました、マニアナッキー。強烈アルボー、淵田稔、百戦錬磨のダムネーションに対してマリアナッキー、このピンチを乗り越えることができるのでしょうか。リンチューを DDT、 こちらアッキー、佐々木隆史は2試合目となっております。今日のダムネーションかに今入ってきたばかり、スタミナは十分といったところでしょうか。佐々木大輔がコーナートップ、クロスライン、マニアアッキー、やや目もうつろというところか、強烈なナックルパートで佐々木大輔がペースを掴んでいきます。やり返したい、エルボーで返していきます。佐々木大輔が挑発するような動きを見せますが、おっと、この動きはどこかで見たことがあるような、佐々木大輔ばりの何かメッセージがあるのか。ここは完全に決まった、クロスフェイス、もう決めに行く。2試合目消耗しているバリアーキをリング中央で絞り上げていきます。現在も様々な団体で
白井の氏、インディー界のインディー界の中心人物といえる藤田ミナル。ハイキック、今の速度も取られてか。さあアッキーが回復してきた。ここはアッキーに、ここはアッキーにこの試合を決めてもらいたい。おっと、フランケンシュタインだ。見事なタッグワークを見せていきます。完全にペースを取り戻していった。見事なコンビネーション。ああ得意のバックブリーカーに、おっと松田ひなが背中を砕いていく。まだまだ藤田この活躍が沈まない。一応で肩を入れてます。シャーマンか。これはサミングのようにも見えます。両者マッチの目でうまくは確認できませんでした。あった、ここは抜け目がない。しっかりとこの試合のルールを把握しております。藤田ミドルトランスキック、さあアッキーの回してくれた。あった、危ない。なんとかかろうじてかろうじてエプロンにいない着地しました。バリアアッキー、これは両選手が今エプロンサイド、リングに戻りたい、リングに戻りたいところですが、このまま藤田がさよなら行くか。しかしリングには戻らず、ここはふらつくと危ない。この左腕が取れるともうアッキーは場外に転落してしまう。握り続けてほしい、そのトップロープ。しかしおっと、勝利は佐々木隆史バリアランキングでございました。
平野持つ傘を取り上げてレフリーがリングにいる。なんとレフリーの服部に傘が刺さって、これは致命傷でしょう。レフリーはいない、ゴングも鳴らない。ただここに始まるのは試合ではなく戦いが始まるだけです。リング上には2人のプロレスラーがいるだけ。戦いを要求し、リングではレフリーのいない状況で行われているこの2人のまさに一騎打ちです。チョップが赤いを捉えていきますよ。赤いがエルボー、強烈なエルボーを打っていく。さあしかしニラたまらず赤いのエルボーにダウンしました。ニラが振るが逆に赤いが振れないという状況を作る。そう、今レフリーはいない、ハウス取る人はいません。ただリング上で行われている四角いリングの中、おっと、目の前に立っているのは DJ ディラ。おっと強烈なエルボー、リング中央、プロレスラーとプロレスラーの、ただ四角いリングの真ん中で2人のレスラーが戦っています。赤いのエルボー、Yeah.
しかしここも再び正面から PK 炸裂、DJ ニラもう戦闘不能でしょうか。リング上立っているのは赤い先だけです。ニラもいない、基礎レフリーもいない。ただしかしこの戦いは終わりません。レフリーがいないから。上がってこい。ニラしまったのでしょうか。耳も遠くなってしまったのでしょうか。佐藤子おと急に私佐藤子さん
スペシャルおむつロイヤルを行います。さあ突如おむつロイヤルが始まりました。リング上おむつを履いたレスラーたちが群雄割拠、壮絶な試合が行われております。少子高齢化が叫ばれる社会、いつまでも現役でいたい、そんな夢のある空間が今新宿フェイスで繰り広げられております。伸びる平均寿命、現役世代も長くなってまいりました。こちらおむつロイヤルが続く中、熱戦が繰り広げられております。じいさんとばあさんと赤い咲は身寄りのない彼らを引き取り、彼らの要望に応え老人福祉施設を立ち上げることとなる。老人に短い彼らが人としての尊厳を何一つ失わず、心穏やかに毎日仲間たちと笑って楽しく過ごせる場所、そんな希望にあふれた老人福祉施設、その名も里子の里。里子の里オープン当日、彼らは毒殺されていた。お分かりいただけただろうか、リング上から一人いなくなってたことを。さらに共犯者がもう一人。Thank you.
真実とは限らない。キサさん、キサさん、助けに来ましたよ、キサさん。ザオリック。第3試合シングルマッチ30分一本勝負を行います。赤コーナー鈴木みのる、異次元対決。さあここで運命のゴングが鳴らされた。会場からは対鶴ヶ名コール。鶴ヶ名いつもと変わらぬ表情でニコニコしております。さあここで両者間合いを取っているが、さあ間合いを詰めていく。
鈴木みのるが、さあ、おっとこれは、さあキックを繰り出していくのか、はたまた、さあ両者お互いに手を伸ばす手四つの体勢か、さあお互いが触れ合う、さあ駿河明が両手で、さあお互いに組み合って、鈴木みのるが駿河明の腕を固めていくリストロック、さあ力の差は歴然としている、返していけ駿河明、さあ頑張れ、さあ手を取れるか、なんとか取っていったがすぐに取り返されてしまう、さあ片手で片手で絞っていく、さあ駿河明ピンチになります、リストロック、ここで側転、側転一線からのハンマーロック、ハンマーロックが決まっている、さあここで鈴木みのるがヘッドロックの体勢、さあテイクダウンしていく、駿河明が苦しい、けさ固めの体勢、さあ駿河明が苦しい、さあここで絞られていく、いきなりピンチだ駿河明、この技でギブアップする可能性もあるが、さあここでヘッドシュザース、気合一番ヘッドシュザースであります、しかしここはおっと鈴木みのるがここでヘッドシュザースを抜けていく、そして足首を固めたまま、さあ再びおっと、駿河明が立派に鈴木のウトレスリングをしている、さあ池駿河負けるな、名前さあお互い罵っていく、口喧嘩であります、口喧嘩から届かない、身長差が、さあ横は届くんじゃないか、ここで右手を取っていく、さあ右手を絞り上げる駿河明、振っていく、さあここでダンシングオールナイト、あ突然チョークスリーパー、ちょっと待ってください、ロープエスケープですよ、ついていく、さあ駿河明がヤンキーぶつかりを見せた、さあここでなんと視界に入らない、身長差で視界に入らない、さあ鈴木みのるの視界にやっと駿河明が入った、頭をポンポンしてなでなでしている、まるでここで駿河明が腕を取った、さあもう一回セカンドロープに乗って投げていく、さあここでパンチを掴まれた、なんと今度は鈴木みのるがGet
ラレジと可愛いポーズ合戦、一体どっちが可愛いのか、どっちが可愛いのか、誰が判定するのか、さあ叩き合う叩き合う、さあ子供の喧嘩のように叩き合う、さあストンピングストンピング、さあ駿河明がストンピングの雨あられであります。1時間5分経過、5分経過、さあ今度は距離を取ってキック、掴まれた、足を払われて、さあ鈴木によりはアキレス腱固め、バッチリ決まっている、これはピンチだ、鈴木メイク、さあ逃げろ逃げろ逃げろ、鈴木メイク、ロープは遠い、一ヶ谷チョコレート色と違いロープが遠い、さあエスケープできるか、エスケープできるか、さあリング中央に引き戻す鈴木によるが、もう片足も固めて、さあこれはきつい、これは厳しい、回転した、回転して逃げる、さあ鶴亀頑張れ、鶴亀頑張れ、明日への回転負けるな、もう少しだ、手を伸ばせ、やっとエスケープ、性格の悪い男鈴木によるが、お客さんと駿河明とレフェリーを敵に回していく、さあここで終わりかどうか聞いている、さあさあやり返せ、さあ打っていけ、エルボーを積んだ、いけいけ、めいちゃん高笑い、高笑いされているぞ、笑われてるぞ、お前が来いや、本当にいいんですか、メイさん、あなた後悔してないですか、いいんですか、噛みついた、噛みついた、ナイスタイミングで噛みついていく、さあロープに振って振られ返して、おーっと側転で避けて、さあボディアタック、決まった、さあ行け、鈴亀チャンスだ、なんとブレーンバスターの体勢、これは上がるんでしょうか、不敵な笑みを浮かべている鈴木みのりであります、さあエルボー、エルボー、さあ上がるか、ボディスラム、ボディスラム、客席から上げろコール、さあ止められてしまった駿河明、鈴木みのるが頭突きですか、手を払って名ジャンプ、さあバックを取ってスリーパーホールド、さあスリーパーホールド、さあ決まってるぞ、決まってるのに決まってないぞ、聞いていない、これは大変だ、さあ頑張れ駿河明、さあロープに走った、ここでバックを取って超絶リーパー、さあ決まっている、完璧に決まっている、素敵な笑顔だ鈴木みのる、そしてパイルドライバー、ごっち式パイルドライバー、いけないいけない、ここをかわした、さあスクールボーイカウント2、さあここで駿河明が
行けない行けない行け行け回している回している回している鈴木みのりが回っている。そしてここでフォール、かわいいフォールを断トツ。これがメガ大構成。さあここでおっと抜けて、さあカウントは2であります。ジャックナイフ型メイン、カウントは2。さあ池釣りがメイン、ここで上がるか。ボディースラム、ボディースラム上げろーとお客さんの歓声が。そしてトラップキック、ここでボールの巨人するよね。鈴木みのりを投げ切った。そしてトップロップ、さあ狙ってるぞ、飛べ飛べスリーアベイ、レッドスタンプ、カウントアツ、カウントアツ、カウントアツ。さあここでうろ、おっとさあかわされた。そしてオクラホマクラッチ、これは返した。そしてなんと腕石ぎ、三角腕石ぎ、腕石ぎを狙った。腕が伸びている、危ない、腕が伸びている危ない。さあ押さえ込んだ、カウントは2、カウントは2でありますが腕をまだ狙っている。さあここでThank you.
赤コーナー、プロレスリングバトラー、スリットと頑張れ世界無差別級選手権保持者、165番のコロコイサミ。頑張ってる211番のオーカーケル。177番の坂口幸男。Here we are with our semi-final. This show, everybody has been on par with any that I've ever watched or been a part of. Sold out Shinjuku Face. And with us are two generations of Masa Takanashi. A little bit of backstory, everybody, so you understand why this match is happening.The generation to our left on the blue corner is Mao, Daiki, Shimomura, who are from the same generation that's called DNA. DDT used to have the same generation, a generation of DNA where they were young wrestlers. All of the young upcoming stars you see in DDT are from that generation. Daiki actually decided to go to Basara. Isami's the one in the red tail, Isami's company, and these two have been those two.Nakamura, on the other hand, you must have seen in Chocopro quite a few times. So these are the three youngsters, you could say, that Masa Takanashi pays attention to. He looks at them. They mean something to him. The generation below him, you could say. The from now on people. And on the right, on the red corner, you have Isami, a longtime rival of Masa Takanashi who have only beaten once in his life.On a main event of Korakuen Hall when Basara decided to leave DDT and he was the union champion. Oka Ken is the person who brought him to DDT, literally, the person who introduced him to DDT. And it's of course Sakaguchi, I don't even have to introduce to you. His brother in arms, to this day they call each other brothers because they have had the cup of sake, the sake of brotherhood. So the past, or the...Before 20 years of, up until now 20 years of Masa Takanashi, the years from now on, the future of Masa Takanashi can be seen in the blue and the red corner. We have teammates from Basara going against each other. It's Isami and Daiki. By the way, I also belong to the same generation of Daiki and Mao. Daiki, Mao, Ueno.Shimotani. There was like at least eight of us. And fantastic work by Shimomura. Shimomura, thank you. Isami seems to have decided he would like to go back now. By the way, I would like to shout out that I haven't yet. I'd like to shout out and say, remember the loss forever.You shithead. Daisuke Sasaki. But here we are, DDT matchup here, Mao versus Sakaguchi. Oh, a beautiful sweep. Almost a Muay Thai style sweep. Ah, but now, right into a triangle. Mao, one of the most unorthodox wrestlers. And you could say probably the biggest hope of DDT in the current climate right now. A fight of cool guys, I must say. I think that's what it looks like.And just a little bit of back and forth. And it seems Oka Ken really want it. Now Gampro versus Gampro. We had Basara versus Basara. Then DDT versus DDT. And then now Gampro versus Gampro. It is a future and past in every pair-up you can imagine. Even the three pair-ups are from the same company, the future. And the past of those companies. Or you could say now, if you would like.Fantastic work by Nagawa. It seems the youngsters at this point are really showing off in this opening segment. And now, kind of holding on, fighting like he's fighting the beast from above.
the mountains, really just putting all in. That's Okokan, everybody. That's who he is. At his core, in his veins, that's who he is. And now it seems Nakamura has found himself at a very, very bad place, as you can see. As the youngsters are fired up, they don't know when to go back, when to back out, when to leave a fight, and they always end up getting beat up, just like Nakamura is doing right now. Isami took a hit, backed out right away. Sakaguchi took a hit, backed out right away. But Nakamura kept at it, and now he's being beat up. Oh, no, no, no. Oh, this is gonna be bad. Oh, look at that. And now the old ones are really making the youngsters pay. I mean, we know this was gonna happen. They will make a point out of him now. And it will be pretty to see. So if you are, well, weak of heart, I would say, you go, you know, entertain yourself with happy thoughts right now! Right now! That would have been the time to go entertain the happy thoughts I was talking about. Because this is only gonna get tough from now on. Let's get beautiful, gnarly chicken wing by Sakaguchi, and now here comes Isami. Oh, down goes Nakamura head first, bounced his head off the mat. And they are still at it. Only two, now even deeper. Nakamura kicks out. He kicks out. Kicks out. The audience appreciate the fight. And now, oh no, 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 this isn't gonna be good. This ain't gonna be good, is it? Ah, now! Inverted Indian deathlock, completely locked in the center. He is a bit closer off, but not too far. It seems like he has decided to have a bit of fun in the meantime. I mean, he's not doing anything, but it seems he decided it's better to do at least play. And now, Nakamura has been on the cusp of getting his ass beat for quite some time now. Oh, nice elbow. Ah, heavy. Lost to the throat. Isami not playing around. And no back behind it. And now here comes Isami looking for something big. No, reverse it. Beautiful side. Oh, to the head. To the head. To the head of Isami. Very unorthodox. Not from right to left, but left to the right. Drop kick, but right on the head of Isami. And here comes Mao. Oh! Oh! And Okokan taking the worst of it, I would say. Humiliation and a punch out. And now Mao. Here we see Mao in full form, putting out the flair, feeling the moment. Oh, here we go, knee high. Goes to the second drop. Now. Oh! Beautiful leg drop, jumping from avalanche style. Second drop. And only two. Only two. Isami's still in it. Now. Feeling the moment. What does he have in mind? Very unorthodox, we don't know. He might. Now he's doing a gesture of cutting his stomach, which is called harakiri in Japanese, everybody. A form of looking for a Michinoku driver. Mao coming out of a victory over Taka Michinoku himself on Ryogoku. Isami now. Oh, sets him up right into a key lock. Right into a key lock. Beautiful transactions, not going. Oh, and the teammate bumps the head and goes out right away. Right away, he knows what's gonna come. He know they've tagged together for the last 4 years now. They know. Explode up right on the neck. Something seems to be bleeding from his mouth a little bit, it seems. Just a bit, but it seems that. Like.
And here comes Oka Ken. Oka Ken, Mao, this is a very intriguing combination. Oka Ken decided to go blonde a while ago, I don't know why. But there must have been some reason. Oh! Kamikaze, baby! Shoulder tackle! Beautiful from Oka Ken. Really bringing in all he has. Two, and only two. Only two. Here comes Oaken. Ah, boot to the face, right on the nose. Again, how many times is he gonna go? I don't think he's gonna give up. I don't know him to be giving up. Ah, to the jaw goes Mao. And Oaken now, he never backs down. Just like a wild boar in. To the face. Oaken bouncing off the rope and making Nakamura miss his drop kick. It's one of the most terrible things. Oh, no, this one, you like it. Oh, no! And now, what do they have in mind? Oh, wow, they threw his. I think that's against, somehow that seems morally wrong. I mean, you shouldn't do that to people who come up. Oh, my God. Mexican baseball style chops. And a beautiful moonsault, right into a hole. Only two. Only two. And now your legal man. Now looking out for that chop one more time. Oh, to the shin goes Daiki. Up top, right into the, oh my God. His knee went straight to his tailbone. Wow, that is painful. My God. He must have been angry. Oaken must have been angry. His chest is bleeding almost. Like it is bleeding actually. Oh. Oh, shit. God damn. Time to have passed in this contest. We are still very much in it. Will they now take it? Or will it be the youngsters? Mastakanashi's past and his future going one on one. Daiki now really fighting. Ah, just a sharp to the jaw. Another push. Daiki throwing hands out there. Oh, to the jaw. Almost a knockout. God damn. No intentions of letting Daiki have anything in this is Sayaguchi. Oh, here we go. Goes to his favorite. My God, that kick is a whip. A goddamn whip. What the hell? Oh, holy shit. I would have yelled way higher if my throat wasn't broken right now. But these boys are throwing hands! Like taking very, very, very heavy damage, but not backing down at all. Oh my God! Oh! And not letting it stay. Here he goes. Another! Don't tell me this is gonna escalate. Oh my God! Jumping, almost slicing his chest like a katana. Sakaguchi now deciding to punish him. Oh! Daiki making the opportunity. Sakaguchi took too long. Oh! Brain buster! Who's gonna go? Who's gonna go? Nakamura eager to go. Will it be him or Mao? Nakamura, here we go! Nakamura versus Sakaguchi. What a fight! What a fight! Nakamura is all heart and Sakaguchi is pure carnage. One of the two best or worst, no matter how you look at it, combinations in professional wrestling. Heavy Ghost takes him to the crowd. Here comes Nakamura. And a beautiful elbow. Looking to make his mark, goes to the right. Oh my God! Jumping up!
Go right into triangle. This is it. This is it. They better stop him. They better stop him. Oh, no, 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 no. Both get caught. Right into a cobra clutch. And the oldies seems to have really got the glow rise of red. Oh, Okasan got the worst of it. He went landed on right on his shoulder. Omar, they're helping him. They're helping him. Ah, three-way powerbomb by Nakamura. Sakaguchi fired on his back in the middle of the ring. This might be the biggest upset. This might be the biggest upset. I'm not joking. This might really be the biggest upset. Oh, no, it's not. Oh, no, it's not. Any one of you who had any hopes of it going just like Adesanya's title match in UFC. Oh, no, it's not going like that. Nakamura just got broken in half. Oh, my God. Oh, no, the punishment that's coming. Oh, here comes the double knees. Oh, my God, he is done. That is done. Oh no, here comes the PK! Oh! That's almost too much. That is, oh! Oh, wow, wow! That should be it in all sense. In all sense. Nakamura barely hanging by a thread. Will he have a comeback? Can he make something out of here? Oh, he does! Oh, heavy slap! Right into a beautiful, still at it, again. Oh, what? Tandem, here he goes. And a bridge, beautiful execution. Two, Aizami breaks the leg. He breaks the leg, god damn it. And a heavy punch. Ah, beautiful. Ah, the spear. Oh! Ah, mouse still makes it. Still makes it. Oh, his jaw. Sakaguchi kicked his jaw. Oh! Nakamura. Ah! Just straight ran into a wall. A hammer. This is it. This is it. This is it. Sakaguchi knocks out Nakamura with a high jumping knee. Fire! Everybody, and your winner. I couldn't even call them the oldies now. The now, the past of Master Takanashi wins. The future is gonna have to wait. Your winner, Isami, Oka, and Sakaguchi. Next up, there's only one thing left to come, and that is the main event of this 20th anniversary, Master Takanashi. Main event. Chris Brooks versus Takanashi Masako. Take care, people. Enjoy.
食べるタッグチャンピオン145番の高橋正宏。対クリス・ブルックス CDK シングル初対決になります。さあ高梨正弘、20周年の相手、自分で選んだ相手は親友であり戦友であるクリス・ブルックスとなりました。さあ両選手センターで、さあ握手はしないようです。さあ始まりました、本日のメインイベント、高梨正弘 VS クリス・ブルックス。さあいつも組んでる CDK の2人がこうして手を合わせる光景に、実況している自分も今実感が湧いているような、湧いていないような、そんな感情でございます。さあ最初はロックアップ、さあしっかり組み合ってお互いリストを取ろうとしているのでしょうか。さあだがしかし、おー大きな動き、いや意外と細かい動きをしてクリス・ブルックス取り返していけます。さあ立ちの状態では分が悪いと見たか、高梨正弘、さあ足を取っていきます。クリスをうつ伏せにさして、さあ長い足を決めていき、さあフロントネックの状態、最初はどちらが優勢を取るのか、まだ今のところ互角なようです。さあどちらもまだ主導権は握りきれていない様子でございます。さあ再度手を取り、高梨がさあリストロックに移行してまいります。さあ身長の高いクリスですが、おっと前転からのさあ羽を切って、さあいつも通り、さあいつもの得意ムーブで切り返していきますが、下からちょい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 、さあ足を崩していった、おー、さあ身長のクリス足から崩してまいりました。フェイストゥーフェイスするところを、さあ上からしっかりと絞り上げていきます。さあこちらは一瞬やられたというような、いうような表情を浮かべておりましたクリス。さあそしてヘッドロックで絞っていきます。さあここは起き上がって、ちょっとヘッドロックを取るにはやはりクリスは高い、おーっとここは、さあクリスの思うところを一歩先を行っているか、高梨正弘、さあクリーンブーレイ。さあここは親友らしい
タッグチームらしい、さあクリーンブレイクが一幕見れました。さあサイド、さあ今度ハンマーロックのような形ですね。さあハンマーロックで取っていきました。さあ寝かした。さあここはパワーではなくコントロールをして、あくまでもクリスを寝かせる体勢、自分が上から絞れる体勢に高梨はポジション取りをしてまいります。さあここはさクリスを切り返そうとしておりますね。さあここはおー、やはりタッチのポジションにクリスは持っていこうとしております。さあ腕を決めきれるか。さあ腕を回して、今度はクリスが上から高梨を倒していきました。さあテイクダウンされた高梨正弘。さあじっくりじっくりとお互いが初めて戦う感触をさあ確かめているのでしょうか。さあ高梨が足を狙おうするのを一度警戒したクリスですが、さあ足を足首をひねって決めてまいります。おっとここはうまくコントロールして、おお足と見せかけて腕と見せかけてテイクダウンしてと見せかけてのハンマー。さあこんなぐる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 と回るような高梨の攻撃。さあ再度リストロックを絞り、おっとこれ何を狙うんだ、エプロンに出て、あおっとこれはうまく自分が戻る要領で腕を固めていく。さあロープ、おっとこれはそうきたら知恵の輪みたいに戻りますよ。おっとそうきたらアウトならば今度はもう一度、はい決めました。ノー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 取り返す。おっとマサが行くなら俺も行く、クリスが行くなら俺も行く、さあマサが行くなら俺も行く、さあどっちがこちらを直すのでしょうか。戻って戻って戻って、あー今度は下下下、おーさすがにクリス、お前の身長ならそんな下はサードロープは綺麗に抜けれねえだろう。さあクワタカナシが一枚上手でした。さあ最後テイクダウンをして、おー腕にヘッドスタンプ。さあこれを見たところ高梨の狙いはクリスの腕なのでしょうか。さあここはロープに押し込んでシュートロープ、さあクリスはさせないようでございます。さあ引っ張れない、引っ張れない、さあ止めて、おーとしかしどー、さあようやくクリスが仕掛けていくのか。さあお花つまみ、おーっとこれは高梨の得意ビーム、あーそれは分かっていた。さあ簡単のテイク膝ドロップキック、クリス、さあ高梨の膝にテイクドロップキックを決めて、さあ膝をサイド決めていく、ひねってまいりますクリス、あー膝な胸のチョップ。さあそして膝は絞り続けております。そこには高梨のフルキスが、しまいました。さあだがしかしもうこれではっきり狙いが定まったようでございます。これは一度、おっとこれはこれは足を引っ掛けて腕を両腕をもも持つ持つということは、オーマイガーデー、ガッテン How rude you are! You rude to Master and also Emmy! さあ遠隔的に高梨のもう一人のパ
パートナーでもある桜恵美のムーブをすると見せかけてしないという強烈最悪非道ムーブをさあかましてまいりましたクリス・ブルックス。おっと、もう Don't wait! Don't do that! Don't do that! Oh! It's gonna be hard! Oh! It's gonna be hard! No, no, no! Oh my god damn! クリス・ブルックス！90度起きろ！クリス・ブルックス90度起きろ！すごくとても挑発的な行動ではないでしょうか。さあサイドチョップを叩き込んでいく。おっと来いと言わんばかりのクリス。おっと来い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 と。キャー！レムレムレム。さあここおい膝が痛い。走るのにももう膝が痛そうだ高橋。さあこれはクリスが来たところをうまく止めて。おっと腕を決めて、おっとこれはガーイやめてくれー。おースティールハンギングスティールキーピング。さあこれは両腕を取って、おっと待ってくれ、お見合わせて、ヘイドー。さあ見合わせてダンシングポジションからの突撃！ Oh my god damn！ 肘が！人体ブレイク！さあ突撃、肘をコーナーにぶつけてからの、ギャー！腕にニードロップ！スイスの左肘の人体一本二本、今ちょっとやっちゃってるかもしれない、伸びてるかもしれない。さあ大変なクリス・ブルックス。おっとこれは足で腕をうまく引っ掛けて、さあこれが上がってしまうとクリスかなりきつい、かなりきつい。さあその体勢のうちに逃げた方がきついのように見えるが、うわーやってんの。さあクリスの腕が長い分しなってしなってもっと痛くなってしまう。さあ今日となってしまうのか。さあ一気に形勢逆転の形になっております。さあ左手を攻め込まれているクリス。おっとこれは逆に高梨がマンチーマンチー。あーここパス決まってしまう。そしてさらに、さあ絡みついてる高橋、あーナバステー。さあチョコプラ、あーアッキじゃなくて高梨ナバステは不発だ。さあ高梨、さあ仲間のブーブー、さあさすがにアッキムーブをされたのか。クリスとても悔しかったのでしょう。いやアッキーズオールモスオールソーNo! さあここは一気にダブルヘッドスタンプ強烈マソーニング。さあここはいかんせん、おっと今度はクリスがさあ受け出した。もう高梨さんが地面につきそうなぐらい、高梨さんが地面につきそうなぐらいオクトパスされてしまっている。うわなんてこと、うわえやクリスの天体重がかかるには高梨さんの体格だともう粉々になってしまう。さあ会場は高梨コール、いや
が高梨を襲ってまいります。で、さあ20周年、このチョップにはお互いどんな思いが込められているのでしょうか。それは本人たちにしか分かりませんが、自分たちはそれを今この目で見ながら感じていくしかありません。お花つまみ。さあ、簡単にクリスは挑発には乗らないと見たく、わあ、ドロップキック。さあ、高橋さんがぶっ飛ばされてしまいました。さあ、これはクリスもさあじらされているような、どういう感情に陥っているのか。さあ、これは。おっと、おー、ノ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 ー、わーお、さあ、そのチョップで、その高さであのチョップが打てると、さあ、クリス、それは、危険すぎる、いやー、待ってくれ、待ってくれ、クリス、クリス、高梨さん、飛んでる、ノーウェイ、ノーウェイ、いやCrazy!
瞬間からまた始まり始めたように思います。あ、さあチョップをチョップで返していく。さあ高橋がパンチ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 、さあパンチの左打ち、うわー、しっかりチョップで返していく。さあ肘を、クリスの左肘をサイド痛めつけていこうと。さあクリスのキック、さあ腕がダメならキック、さあ先日の、うわー、これは、さあ先日の KOD 戦でクリスが習得したキックなのか。あー、うわー、さあ長い足からキックが繰り出されていく。さあデイリーミニスパース、さあエズギルはムーブして、おっとこれは危険だ、これは危険だ、危険だ、危険だ、イエー、高梨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 の20周年ジャンプして終わってしまうのか。さあセコンドの鈴木慎、アントニオ本田、大声で張り上げる。さあ高梨、CDK ファンもたくさん見ており、クリス応援したらいいのか、高梨応援したらいいのか、もちろん迷ってる人もいるかと思いますが、それでもこの会場の高梨の大コールを起こしてしまうと、あー、やはりこの高梨さんが積み上げてきた20周年が大きすぎる。サーバックス、あー、関東地、さあここで起死回生を狙う高梨か、いやダブルニートゥーダフェイス、あー来た、ラマーヒストラル、おっと抜けて、あーまた抜けて、これはあーっと、おっとこれは高梨の必殺、さあ奥の手が出た、スカート打ち、ステイ打ち、もうどっちがどっちになるかわからないよ。さあThis is
カード、クドの5分間のエキシビジョンマッチを行います。オーマイガーイ、オーマイガーイ、ウソソーレイジス、こんなことがあるのか。高梨正弘20周年記念興行柔道4年半ぶりの復帰でございます。オーマイガー、メイクルの整理士がロー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 、わい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 、さあ5分間のエキシビションが始まった。さあ高梨の奇襲はカウント追加。さあもう高梨しもうさ動く動く動く、オーマイさあこの5分間のエキシビションは高梨が望みに臨んだ久保とのシングルマッチ。さあ高梨正弘10周年記念大会の際にこの2人が戦ったのが最後ということです。さあそんな高梨の思いに、さあ久保が今うお答えている。さあ兄やん叩き込め、うわー、さあ背面にキックを叩き込んでいった。残り時間1分。おー
2人でエキシビションマッチ終了となります。長時間の区間線ご声援誠にありがとうございました。皆様お忘れ物ございませんようにお気をつけてお帰りくださいませ。